方をせオレイ。オレイからのオレイ、もう一丁オレイ。どうも皆さん、ロコタウンののんでございます。本日5月の2日、明治安田生命 J1 リーグ第12節大分トリニータ対清水エスパルスの試合、先ほど終わりました。はい。ちょっとね、ここ数回、毎回同じようなコメントになってしまいますが、悪いサッカーはしてないです。見てて楽しいです。ただ、点が決まらない。本当に決まらないですね。今日、先発で、僕がよく、動画で名前を挙げさせていただいている、中村圭太選手もね、先発で、やっぱね、こう、サイド触れるし、キープできるし、まあ、自分でカットインもできるんで、まあ、すごい、流れも作ってくれたかなというところで、まあ、左でこう、作って右に大きく展開して、まあ、クロスなり、シュート行って、まあ、刺すみたいな感じで、いいなと思ってて、まあ相変わらずね、ユシーニョ選手と中山選手の関係性も良かったかなと思うんですけど、やっぱ要所要所、権田選手相変わらず助けてくれてたりとか、エウシーニョ選手の個人技だったりとか、もう一個、なんかこう、言ってくれると、まあ、点も決まるのかなというところなんですけどね、決して、チャンスがなかったわけじゃないですよね。うん。まあ、鈴木唯人選手、しかり。西田選手、しかり。まあ、だからこうなると、戦術はかなり、まあね、ロティーナ監督、就任してから10節までは、なんていう、我慢してね、みたいな、セレッソの、サポーターのね、皆さんもおっしゃってたんで、まあ今12節で、まだね、シーズン長いので、かなりサッカーは浸透してきたかなというところなんで、ちょっとこれからシュート練習をバンバンしてもらうとか、ちょっとその最後、フィニッシュのところの精度をちょっと上げていかないと、難しいですかね。逆にね、大分、ほとんどトリニータのペースというよりはエスパルスのペースだったと思うんですけれども、まあね、カウンターから、まあ、長澤俊選手のシュート、権田選手、スーパーファインセーブで止めて、また長澤選手も入ったと思ってたと思うぐらいのシュートでしたけど、うまくクロスで当てて、まあそれで、わあ、よかった、なんて思ったらやっぱ、セットプレーで、ね、まあ相手の選手触ったか触ってないかちょっと微妙なラインだったと思うんですけど、まあ権田選手もね、反応してたけど、決められて、まあ多分、そんなピンチというピンチはなかったはずなので、まあやっぱセットプレーから決められちゃって、結果敗戦みたいな。ね、ゴールデンウィークかなり過密日程に、なってるとは思うんですけれどもね。まあ、負けは負けでも仕方ないんで、切り替えていただいて、次の試合にまた臨んでいただければと思います。まあ、今後ね、マテウス選手だったりとかね、新しい選手も先発でこう、レギュラーとしてくるのかなと思いますので、決して選手を薄いわけじゃないので、今後に期待したいと思います。あとまあ全然これ関係ない、関係あるか関係あるんですけど、なぜかエスパルス今シーズン日曜日ばっかなんですよね、試合。できればね、土曜日やっていただけると、日曜日は私お休み取れる時あるので、次の日休みだと気楽にこう、試合見れる部分もあるんですけど、なんか日曜日多いですよね、皆さん思いません？なんか土曜日の試合だから、フルタイムだったり、ね、総集編でダゾーンで見て、そこからエスパルス明日どうかななんて思ってますけど、できればね、土曜日に一緒にこう、やってるとこ見たいなというふうに思っております。あとね、まあ、個人的には後半、最後の指宿選手で、そこからこう、ハイボール入れて、まあ、バウト選手もね、出ましたけど、ハイボール入れて、結構ゴリゴリに肉弾戦みたいな、空中戦みたいな感じにしてましたけど、もうちょっと早い時間帯から、ああいう感じでやってもいいのかなと。やっぱあれくらい点を取りに行くっていう意識を見せてくれると、まあチーム自体もね、前向きになるので、うん、それは一つありかな。まあ前半からやるとちょっともうね、諸刃の剣でカウンター食らってなんて話にはなると思うんで、まああのタイミングからなのかなと思うんですけど、もうちょっと早く出してあげてもいいかなと。ね、ナビスコ出てから、指宿選手ね、サブのメンバーにも入って、いや、僕も、キープできるし、競れるし、で、オフサイドにはなりましたけど、チアゴ・サンタナ選手にね、パス出したのも、今年、すごい素敵だなと思ったので、まぁ、ちょっと指宿選手も今後、注目していきたいと思います。じゃあこれでまた、一句読ませていただいて、締めの挨拶とさせていただきたいと思います。指宿の競り合う姿、だいぶ好き。お後がよろしいようで。それではまた皆さん、お会いしましょう。おーれー、またねー。